はい、かっこいいトランペットのソロを聴いていただいた後は、お子様向けに宮崎ハニメ、ちゃんと伝わってることです、宮崎駿アニメファンタジーです。日本アニメ界の巨匠宮崎駿作品の音楽は久石譲さんがそのほとんどを担当しておりますが、その珠玉の作品の中から代表的な音楽の一部あるいは全部をファンタジーとして用いたものをお送りいたします。含まれている曲は散歩、隣のトトロ、風の谷のナウシカ、君を乗せて、もののけ姫、以上5曲メドレーでお聴きください。久石譲作曲、小島さとみ編曲で宮崎駿アニメファンタジーです。
宮崎駿アニメファンタジーでした。お子様向けの曲をやった後は大人のための曲です。次の曲は打楽器の乾幸雄純二君の編曲で、漫画にかけた青春をお送りいたします。手塚治虫や藤子不二雄など有名な漫画家を輩出した常磐荘というのをご存知でしょうか。漫画の聖地として全国的に知られるこの常磐荘は、地方から上京した漫画家たちが集い、大きな夢を描き切磋琢磨し合った場所でした。そんな中で生まれた漫画の主題歌を演奏と歌でお聴きいただきます。鉄人28号、不思議なメルモ、海のトリトンをメドレーでお送りいたします。歌は